100年の恋も冷める。これをされたら一発アウトという NG 行為を教えてください。これは私が、あ、もうこの人とはないわって思ったことがあるんですけど、昔ちょっと付き合ってた彼氏のお家でハンバーグを作ってたことがあって、私がハンバーグ作ってて、で、彼が、ポテトサラダ作ってたんですけど、一緒に途中までは作ってたんですけど、突然、ポテトサラダ作るのをやめて、私に向かって、なんか、ハンバーグと俺かどっちか選べよって言いながら、なんかすごい抱きついてきたんですよ。いや、私たちが作ってるのは私たちの食材であって、それとこれは話が違うじゃんって、すごい思って、すっごいその一言で、あ、すっごい自分勝手でないなってすごい思った記憶があります。ハンバーグか俺か選べよっていう、仕事が私どっちが大事なのよりもひどい質問だなって思った記憶があります。YouTube のコメント欄にリクエスト質問になります。女性は足の裏を見られるのが恥ずかしいと聞きました。そう言われると見たくなります。お願いします。あと、足のサイズも教えてください。恥ずかしいかな？私そんな、恥ずかしくないけど。見えるかな？ほら、つか。今ちょっとクッションの跡がついちゃってる。私は足がすごくちっちゃくて、22センチぐらいしかないので、すごい足ちっちゃいです。こんな感じです。おぉ。よいしょ。見えるかな？そんな別になんか足そんなに気にならないのであれなんですけど、なんだろう。あんまりでも爪が短いので、それはあんまり綺麗じゃないかもしれないけど、こんな感じになってます。ちょっと、もしかしたら裸足で家にいるので、ホコリとかがついてるかもしれないけど。はい、こんな感じです。で、足のサイズは22センチになってます。はい、というわけで女子部屋でした。私とお友達になってくださる方、チャンネル登録していただけると嬉しいです。あと質問もお待ちしております。